福島未来は福島県の選挙啓発イメージキャラクターである。2010年10月31日に投開票された福島県知事選挙から使用されている。福島県知事選挙の投票率は過去最高だった1988年の81.20%以降、登場する前の選挙の2006年まで50%台に推移していた。 2010年の選挙前時点での過去最低は2004年の50.76%だった。そこで福島県選挙管理委員会は投票率が特に低い若い層にアピールするため福島市に在住する20歳男性がキャラクターデザインを手掛けた萌えキャラ福島未来を選挙啓発ポスターに採用した。20歳短大卒で戦艦に配属という設定がなされている。 ポスターだけでなく、ポケットティッシュやチラシの配布、コンビニエンスストアのレジや、金融機関の ATM といった画面に静止画として表示させるなど、若い人の関心を引くことを意識した啓発活動に活用された。しかし、10月31日に投開票された知事選の投票率は42.42% 42と過去最低を更新する結果となった。 2011年の統一地方選においても引き続き、福島未来を使った啓発ポスターが作成された。その後福島県議会に会派、福島未来ネットワークが結成されたため、2012年の衆議院選挙では未来は転勤となり、新キャラクターとして妹の福島希望が登場した。ありがとうございます。